はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回もワールドミッション実況やっていきたいと思います。さあ、今回なんですけど、ちょっとね、使ってみたいカードがありましたので、そちらをね、使ってガチ部屋の方に挑戦していきたいと思います。そちらのカードがサムネイルになっている魔人シュルムですね。この魔人シュルムなんですけど、UR の方とは違ってね、不意打ちじゃないや。勝利宣言。はい、勝利宣言を持っていて、まあ、一回だけね、6個で貫通ができますと。で、UR の方もね、一応貫通持ってるんだけど、まあ、こっちは一回限り、で、UR の方はヒーローエナジーで勝ってないといけないっていう、まあ、どっちもそのね、貫通になるのには条件が必要なんですが、それプラスね、こっち、アビリティで、敵チーム全員の記録を半分にできますと。はい、陽動作戦だね。で、陽動作戦で記録半分にしながら貫通ができるので、そこそこまあ、プロモーションとしては優秀なのと、やっぱり貫通キャラってどうしてもそのパワーね、はい、パワーに依存してダメージが大幅に変わるので、大進化のね、シークレットを入れております。はい、こちらは主にね、2ラウンド目で切る感じにはなるんですが、かなりね、貫通とパワー3マップで大幅な火力アップが見込めるんじゃないかと。で、他のメンツはこんな感じで、はい、1ラウンドはセルゼノがいるので、まあ安心なんですが、またあれか。いや、また大神官と不意打ちだよ、これ。いや、多すぎ。待って。あ、でもアプリ1ラウンド。よっしゃ、来た。これにナノ戦制限組まされるのが一番嫌なんだよね。あー、おっしゃーでもないな、これ。ちょっと待ってね。うわ、これあれか。制限だ。あー、送るのせつ。はい、戦闘力制限。ご飯、ピッコロ、天津飯。で、1ラウンドで4個は絶対溜まる。なるほどね。2ラウンドで制限打ってくる感じか。ただしですよ。今回は、ベジータ王ゼノがいるので、これめちゃめちゃ刺さりますね。これね、ベジータ王ゼノって、敵のね、パワー1万2000以上のキャラクターの CI スピードを超速くすると。で、しかも3段階アップなんですよ、こいつ。なので、みんな最速。はい、まあ次のラウンドね、不意打ちといえど、まあ押されなければどうということはないし、なんといってもこの海洋神のフリーズがあるんでね、まあ一回は止められると。で、大神官も一人これでアタッカー減ってるので、まあ高確率でこれがね、不意打ちキャラに刺さるんじゃないかなっていうので、まあなんとかなりそう。さあ、1ラウンドはもうあれだね、損傷を抑えながらもセルゼノの1枚出し安定でしょう。はい、いいね、普通に出してきた。さあ、なんだ、エナジープラス 2？ もしくは母の守りアプリとかでなんか記録を増やしてきそうな気がします。はい、やっぱりそれか。HP が何気に2500アップ。あー、うまいですね。はい。で、一応、これアバターありなんですが、まあ、ノンアバと、いうことなんで、まあ、HP 削るのはね、さほど問題ではないんですけど、ちょっと次の火力がやっぱり怖いかな。うん、スーパーエナジーと、スターブレイク。あれ二つに貫通乗ると、まあ、2個合わせて1万6000は出るんで、どっちかはフリーズで止めないとやばい。っていう状況です。さあ、ここはもう、カチカチなんでね。まあ問題ないでしょう。あー、しかも戦士の絆。なるほどね。そっかそっか。ピッコロはあれか。SR の戦士の絆でした。はい。で、ご飯がまあキャンペーン。天津飯がまあ、合計の戦士の SR だろうね。いやー、なかなか恐ろしいデッキですが。まあこういう時に海洋神エリートいいよね。こう、気絶させてね。アクションも止められるんで、まあ、そこがでかいと。はい、じゃあ次のラウンド、ちょっとアプリで、なんか妨害入れたいね。あ、ちょっと待ってね。どうしよう、ベジット出す。それか、まあ、乱戦、買っとくのもなくはないけど、いや、落とされないでしょ、これ。無理だよね。多分これ、落とされはしないので、まあ適当にちょっとアプリで妨害していきたいですね。はい、1万制限かけるか。あ、いいね、1万制限。多分火力は足りてるから、1万制限かけて、もうエナジー妨害しましょう。はい、ただでさえ制限ユニットでエナジー4個減るのに、これでエナジー1個破壊されたら、まあきついはず。さあ、食らい上がれ。これね、やっぱ何気にエナジー1個破壊でかいっすよね。はい、しかもユニット発動前っていう。これで制限止められたりね、復活ユニット止められたりするので、まあ、ここがすごいっていう。はい、ちなみにこれ3万パワー上がるので、まあ、セルゼの巨大化 させないっていう選択肢もね、まあかなりありなんだけど、
いや、巨大化させた方がでも火力出そうだよね。うん、そんなに変わらない。うん、多分パワー3万上げるのと巨大化させるのでそんなに火力変わらないんで、ここはもう刺して気絶もね狙えるようにしましょう。はい、気絶させたとこにねセルゼの池は多分1万2000前後は入ると思いますので、はい、セルゼのねこれ前回のね暗黒ドラゴンボールのねキャラクター紹介の時に、結構ディスりましたけどこの見た目がね、まあスラックゼノといい勝負だけど、どっちかっていうとまあまあこっちの方が気持ち悪いかなね。なんかスラックは、まあ、自分的には普通にかっこいいと思うんですよね、あれ。普通にあれはかっこよくて好きなんだけど、セルゼノがねちょっとなんかアリみたいなさね、アントみたいな見た目になっちゃうからさ、そこがあんまり好きじゃない。はい、ただ強いから許すはい、制限に行ってきたね。で、ここちょっと戦闘力5000出ないんで耐えましょう。はい、普通に耐えたい。あー、もうむしろこれでいいんじゃない。うん、2枚出しで耐えて次ゴールデンクーラーで先行取って勝利みたいな。はい、しかもここ暗黒四天王で気絶狙える。クロノアもねちょっと出すの怖いっすよね。あと相手あれだわ、スーパーエナジーあるから気絶させられんじゃん。まあ行きましょうか、とりあえず。はい、あ、いいね、エナジー3しか溜まってない。いや、効いてますね、戦闘力制限。さあ、これだね。これによっても全員が最速になったと思うので、まあ、まずまず負けないんじゃないかなっていう、ね、感じですね。はい、あ、力の探求、そうだ、忘れてた。あ、じゃあやばい。あー、まあ、ビルスが打ちない。はい、フリーズ来た、でかい。ここでフリーズめっちゃでかいですね。さあ、頼むからイーシンロン引いた。やっとイーシンロン引いた。出た。海洋神の真骨頂出た。決まりですね。いや、これっすよ。これ。いや、最高。はい、スーパーエナジー封印。ダメージも何気にいい感じ。これはもう大丈夫なんじゃないかな。あ、でも意外と食らうね、やっぱり。うん、普通にダメージはもらって。あ、よし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 。よしよしよし。あとバーサーカー止めれば勝ちかな。はい、やっぱり普通に食らう。これ食らったらやばい。あー、ちょっと待って。あ、しゃしゃしゃ、危ない危ない危ない。いやいやいや、際どすぎ。はい、ご飯のカードアクションなんだっけ。はい、まずはゴジータの龍拳。あ、でも龍拳そうでもないね。マジで3400。はい、何気に龍拳は食らわない。あー、やばい、天津飯がトリプル持ってる。あ、やばい、うわ、気がついちゃった、こいつ気絶だ。トリプルで気絶、気絶にスーパースターブレイク入ったら終わりだ。やば、うわ、やばい、うわ、やばいね、これ海洋神にスーパースターブレイク入ったら多分終わるいや、頼む、マジでこれ、あ、終わるね、これ終わるね。よっしゃー、ベジータを引いた。今回月が良すぎる。うん、今回月が良すぎる。はい、ちなみにこれ気絶入っててもギリ耐えたかもね。はい、とりあえず高校回ってきたんでこれはもらったでしょう。はい、固定戦闘力もこっちにまあまあついてるんで、まあ、次も先行。いや、これはヒヤヒヤだったね。はい、あ、普通に押せるんだ。あ、じゃあさっき危なかったんだね。いやいやいや、これさっき普通に危なかったんだね、これ。はい、まあ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 、あー、なるほどね。まあ村はあるけどたまにパーフェクトしてくるんで怖いとさあ、バリアントブレス、異形の巨大化、ズボ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 、ブシュッ。おー、いいね、何気に火力も。はい、シェンロン、暗黒シェンロンはまあ次でもいいんだけど、一応やるか、一応やりましょう。
これさ、何気にガード半減だから普通にでかいよね。はい、6000。さあ、ラウンド3、万全の状態できましたね。はい、海洋神とクロナーが一体化してる。ここはもうね、海洋神はクロナーで起きるんで、もう存分に攻めましょう。はい、ちょっとエナジーが1個足んないけど、まあまあまあ。ゴールデンクーラーもやりたかったっすね。はい、で、これさ、ね、シルムと海洋神エリートの相性の良さとしては、これ陽動作戦で記録を半分にして、なおかつ、シルムがエリートタイプなんで、これ、ロックオンしてね、敵に攻撃するだけで結構気絶が狙いやすいっていう。はい、エリートタイプで、なおかつ、海洋神エリートのね、アビリティが乗っかってるんで、ここで気絶がめちゃめちゃ狙いやすい。はい、ここがね、すごく相性いい。はい、今回ゴジータ BR、まあ、気絶しないんですが、本来だったらね、普通に敵、はい、気絶するところをね、こう狙って、そこに気絶させて、みたいな。で、クーラーを最初にね、スキャンしてるんで、クーラーで気絶させたとこに、シュルムで貫通の2倍ダメージみたいな、いうこともできます。はい、なのでこのデッキはもう、かなり気力ダメージに特化してますね。セルゼノもいるし、暗黒シェンロン、で、シュルムの陽動作戦、で、海洋エリート。はい、ここがすごいね、気力ダメージ特化してて、かなり気絶が狙いやすい。さあ、これでどんぐらい入るかだね。フレームデスサイズ。ズバッとな。おー、強い。あー、いいね、いいね。ダメージはなかなかいいね。はい、あれで9500だったらもう全然あり。さあ、これはもう、もらったでしょ。いやー、いいじゃん。普通にいいじゃん。てか、今回のデッキ、まあまあ、ありっすね。お遊びで組んだにしてはまあまああり。はい、2万ダメージで KO と。いう感じで、かなりね、火力もいいし、まあ、ガード1とね、貫通がいるんで、まあ、高ガードの敵にもね、結構対応できるかなと。はい、シーラスとベジェット組まされても、多分、気絶クーラーで気絶させて、そこにね、シルムの攻撃当てられれば、まあ、貫通2倍なんで、2万ぐらい、出せるんで、結構硬い敵にもね、対応してるんじゃないかと思いました。はい。前回ね、はい、前回のね、ワールドミッションの動画、結構反響いただいたと思うんですが、まあ、たまにはね、ああいう感じの、ちょっとその実況じゃなくて、文字と BGM と、ゲーム画面みたいな、そういう感じの動画もね、今後考えてるので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。はい、という感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。